まだまだ元気いっぱいな両親から、将来に備えて2世帯住宅を作ろう、一緒に暮らそうと言われた、あなたならどうしますか。親ケア .com 介護アドバイザーの横井浩二です。親ケア .com 公式チャンネル、日本一わかりやすい介護講座、始まりました。今回のテーマはこちら、介護のお悩み Q&A。 2世帯住宅で同居したがる両親、受け入れるべきか、受け入れるならいつが良いです。皆様からの相談、お悩みに対応する介護のお悩み Q&A。 2世帯住宅で一緒に暮らした方がいいのかどうか悩んでいる方から相談をいただきました。この方に話を聞いてみると、あ、そんなことを考えているんですかって結構驚かされることもあったりしたんですね。ぜひ最後までしっかり見ていただければ幸いです。最後までこの動画を見て良かったと思う方、高評価ボタン、グッドボタンをお願いします。親ケア .com 公式チャンネルでは、介護に役に立つ様々な動画を公開しております。ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてもう一つ、新しい動画の見落としなどがないよう、通知ボタンのチェックの方もお願いします。それでは早速今回の講座をスタートしていきましょう。どうぞ。今回のお悩みですが、まだ元気なのに同居を要求する両親、同居生活を始めるタイミングはいつが良いか、40代男性からのご相談となります。妻と高校生の娘、中学生の息子と4人で地方都市で暮らしています。車で1時間半ぐらいのところに70代前半の両親が住んでいるんですが、幸い病気などがあるわけでもなく、2人で家庭菜園をしながら悠々自適に過ごしているようです。現役時代の蓄えもあるのか、金銭を求められたこともありません。そんな両親から1年ほど前から同居したいと言われるようになりました。実家の近所に2世帯住宅で暮らし始めた知人がいるらしく、それが羨ましいようです。実家は庭も含めてかなりの広さなので、2世帯住宅を作ることは十分に可能。工事費など費用は全て負担する、家賃も不要になるし、全員に個室も作ると、条件も悪くありません。一人息子として受け入れるかどうか、受け入れるならいつからかで悩んでいますと、こういったご相談になります。私の方のお答えになるんですが、こちらです。家族親族の関係性にもよるが、私が同じことを言ったら妻から離婚されるレベルと。もうこの方かなり前向きな感じだったんですよね、話を聞いてみると。会社や学校には無理すれば通えないことはない、どうせ同居するのであれば早めに同居した方が良いんじゃないか、こんな感じのことをおっしゃってました。もう無理する気満々なんですよ。頑張ったらなんとかなりそうだ、なんとか同居してあげようかなって考えてる感じですよね。同居するという方針がすでに決まっている、横井に背中を押してほしいんじゃないかって、そういう感じを受けたんですよ。親子揃って、要はこの相談者さんと、相談者さんのご両親、将来的な介護要員としてこの相談者さんの奥さんを当てにしてるんじゃないか、一緒に暮らしておいたら何かあっても奥さんが何かしてくれるんじゃないかと期待してるような気がするんですよね。でも、他の動画でも詳しくお話してるんですが、介護の義務というのは実の子供にあるんですね。嫁という存在にはないんですよ。そこら辺をちょっと履き違えてるというか、勘違いされてるのかななんて気がしました。例えばなんですが、相談者さんの奥さんの実家を2世帯住宅にする、だから同居してくれと言われたとします。今の自分と同じテンションで、分かりました、前向きに考えましょうとなりますかって聞いたんですよ。いやいやいや、そんなとんでもないと、気が詰まってたまりませんと言われたんですね。いや、なんで自分にできないことを自分の奥さんに押し付けようとしてるんですかと。あれ、考えてみりゃそうですねってなったんですね。今現状別居している、別々で暮らしているのが、まあ元々は同じ親子だと言っても、一緒に暮らし始めるのは大変なんですよ。そこに介護が絡むともっと大変になります。同居の全てがダメだとは言わないんですが、あまりに安易に同居を進めてしまうっていうのは、後々面倒なことが起きてしまう元にもなる。やっぱり考えるべきことって多いと思うんですね。私別に親を粗末にしなさいなんてことを言ってるんじゃないんですよ。最優先するのは誰なのか。家族とユニットは、結婚した後は自分の配偶者及び自分の子供なんですね。
だからこの方は男性ですから、まずは奥さんやお子さんと話をして、同居したいかしたくないか腹を割って方針を決めましょうって話をしたんです。そこで私たちも大賛成だってなったら前向きにことを動かせるし、いやちょっとって言われるんだったら、じゃあ事前の策、別の策がないのか、親を比較的近くに呼び寄せて、普段の交流のペースを上げるってこともできますよね。やり方はいろいろあるはずなんですよ。そうした、選択を考えていただけませんか、なんてお話をしました。こちらの動画もぜひご参照いただければ幸いです。ヤフコメチェック、親子家族が揉める二世帯住宅、二世帯住宅を作ってうんぬんという記事について、まあいろんなコメントがついていた、それについて私が解説しているというものになります。私正直二世帯住宅で暮らして幸せになりましたって人をまあ見たことがないですね。長いこと暮らしている間に思ってたのと違うってなってる人ばっかりです。二世帯住宅の全てがダメという気はないんですけども、慎重にことを進めた方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。介護の義務は誰にある、長男の嫁って介護要員なのと、民法をもとに介護の義務はどこからどこまでの人にどのレベルであるのか詳しく解説した内容となっています。介護のお悩み Q&A、 義実家の介護、長男の嫁がやるしかないと、女性の相談者さんからのお悩みだったんですけども、自分の夫の実家の方の介護を周りが押し付けられて、さてどうしたものかと悩んでいると、そういった内容でしたね。メリットデメリットは遠距離介護、近距離介護、在宅介護、在宅での介護が全てにおいて素晴らしいかというと、私必ずしもそうじゃないと思ってます。在宅介護のいいところもある、つかず離れずの距離である近距離介護の良いところもある、離れて暮らした関係をそのまま維持する遠距離介護の良いところもあれば悪いところもある、それぞれメリットもあればデメリットもあるんですよ。そのあたりを踏まえた上で自分の家何が一番合ってるのか、まずは何からスタートするべきなのか考えていただきたいと思う。先々に備えて同居をまず優先的にやるというのは、まあ、よく言われがちな話ではあるけども、なかなか大変な部分もあるなと経験的には思いますね。5つのステップで決めよう介護の方針、介護の方向性に迷った時に、こういった順番で考えていくと大きな失敗しませんよという内容の動画になっています。今回のご相談者さんの方にもこちらのステップについてよくよく話し合うことをお勧めしました。特に家族の介護力について、誰が何をどこまで、いざことが起きた時にどうするのか、これを配偶者さんやお子さんと腹を割ってとことん話し合うことを強くお勧めしました。そのあたりの将来を隠蔽したまま、なかったことにしたまま、とりあえず同居だけ進めてしまうっていうのは、後々大きな亀裂を生むことになると私は思っています。介護のお悩み Q&A、 介護サービス拒否、同居を求める親、ある程度高齢者になればなるほどですね、多くの方は新しいものに対応する力っていうのは衰えてくるんですね。もう誰かの世話になるなんて嫌だ、住み慣れた家で暮らしたい、自分たちだけで、それが維持できないんだったら子供を呼び寄せれば今通り気分よく暮らせるじゃないかって、そう考えてしまう方は多いんですよ。でそれはそれで一つのやり方として、楽しくみんなが過ごしていけるんだったら別にありだと思います。でもそれ以外の解決策もいろいろとあるということを踏まえた上で、家族みんなで方針を決めていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますね。まだご覧になってない方、リンク概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ合わせてご覧ください。今回の動画はいかがだったでしょうか。私は別に二世帯住宅が全てダメだというつもりはありません。でも非常に扱いが難しいというか、よほど条件が揃わないとうまくいかないことが多い。そして介護が始まる前と介護が始まってからでは思っているものとの違いが大きくなりやすいってことがあるんですね。そのあたり十分に注意していただければいいなと思います。皆様からのご意見ご相談など、この親ケア .com 公式チャンネルがどんどん募集しております。何かありましたら動画のコメント欄およびツイッターの DM でお送りいただければ幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。この動画が参考になったらいいねやチャンネル登録をお願いします。また公式サイトには無料で役に立つ介護情報が満載。親ケアで検索してください。